これで最後のチャプターかな。先がないね、ここね、右下ね。次チャプター?次チャプターがない。秩序の大勝利。第4章、新秩序、秩序の大勝利。ほう。うん、上行けるね。じゃあいつも通り左から行きますか。この人が被害者。彼らがファッションによる課金、課徴税を取らないと決めたことにとても安堵しました。後の処遇が苦痛ではないことを願っています。ファッション、はいはい。この場所は一体何なんだろうな。この法廷、法廷なんだ。法廷は茶番だ。彼らは私の純愛を単なる色欲とだ、色欲だと嘘を吹聴し、また真の芸術について何を知っているというのか。3人目、飲まなければよかったと骨身に染みて感じた。今私たち哀れな魂は、魂、神の怒りを体験している。ワード46もあるよ。こうずらしとくか。ここまでの3人は見たことがないね。で、なんか持ち物もないのか、これは。指輪はないと。秩序が保たれているのを見るのは美しいことだ。美。なんか意味ありげな単語が並んでますね。もしそれが第一の美徳に反していなければ、私はとても満足していたでしょう。この人、この人だね。ニコラス・メイカー。確か弁護士ですよと。はいはい。ニコラス、新しい体制があなたの勤勉さに報いると感じているに違いありません。ところで、私がお金を貸してほしいと頼んだ時、あなたは余裕がないと言っていたのに、あなたが新しい服に3シリング以上も使ったのはなぜか教えてもらえるかな。第4の美徳違反に関する公式報告書を書いてほしくないのでなければ、今すぐにでも貸してもらえるといいんだが、あなたの親愛なる同志。この人も組織の一員だったよな。でも指輪は持ってない。この右手の腕章は何でしょうね。この辺の2人はつけてないように見えるけど、まあ9割方この腕章をつけてる。秩序党書記ニコラス・メイカー。名前クリックできないんだ。生年月日があって、月日じゃないか、生年があって、戒律の違反と損守の記録、議定書に本来は水曜日なのに木曜日と記載した。オフィスで2倍の長さの昼休みを取った。秩序党に低い地位で忠誠を尽くした。はあ、徳の合計プラス4。あんまいいこと書いてないな。
この人が糾弾されてるのか。いや、弁護士だもんね。州事秩序党民衆法廷、ナンバー42、1795年3月14日、6人の罪人が法廷に連行される。12時法廷が開かれる。12時15分各罪人の罪状が審理され評価され徳が計算される。徳徳徳、1人目の罪人の特徴収処分開始、まあ、2人目3人目と続いていくと。徳、徳ってのはだからこれのことなんだろうな。うんふん、この人の顔どっかで見たな。ゴラン、あ、上にいた、ジェームズ・ターナーと、なんだっけ。アリスター。ウォルター・キーンじゃなくて、デビッド・ゴラン？どこで見たんだっけ、あの顔。ここか？あ、ここにもいたんだ、この人。これだ、やっぱデビッド・ゴランだ。よし、3部屋ある。まあいいや、デビッド・ゴラン、かわいそうに裁判でこれほど多くの徳が取り除かれるのを見たことがない。ある種の失敗は非常に高くつく。兜かぶってる、ちょっと兜ちっちゃい気はするね。アルビオン・フラン紙幣、フラン、名刺がいっぱい。デビッド・ゴラン、秩序党の治安執行者、違反及び損保の履歴、オフィスのロッカーに隠し棚があった。隠し棚の存在を認めようとしなかった。秩序党に低い地位で忠誠を尽くす、プラス10で、これマイナス1ずつ、1ずつなんだね。これマイナス3ずつぐらいか。ニコラスとデビッド。第2の美徳を忘れるな。第3の美徳を忘れるな。ほう。誰だこれ。男は息をしていない。外傷はない。黄昏の王子様、夜のように私は暗い、そして恐怖でいっぱい。私は愛を恐れません。そんな間違いをしないでください。私の名前に気づいたら、私の姿を探してみてください。なんだろうな、これで気になるワード。黄昏の王子様ぐらいだな。私の名前に気づいたら、私の姿を探してみてください。黄昏？まあ仮にここを1階、あ、1階じゃない、法廷としましょうか。法廷は以上と。本当に名刺しか出てこなかった。
人命に関わるものは特になし。あれ、ジェームズ・ターナーってこんな髪の毛生えてた？まるで心地よい音楽だ。アリスター、だが感情は常にコントロールしろよ。我々は秩序を守る者として決して第一の美徳を犯してはならない。ターナー医師、あなたが党の用事で不在の間、上級助手のダニエルがだらしないなりをしていることで美徳の一つを破ってしまっていたことに遺憾ながらお知らせしなければなりません。下級助手トビー。え、マジで？もうこんくらいずらす。あ、ちょっと待って、全然移動してくんない。よいしょ、これ読んだ。プラ12だって、そんな高くないね。秩序党の最低者。ピクニックでブランデーをフルボトル飲んだ。別にいいじゃない。書斎に「バラ王朝の遺産」という本を保管。これは良くないのかい？高位の地位にて秩序党に忠誠を尽くす。プラス20。これでマイナス8されてんだ。ここなんか意外と重要そうだな。ファンガークイーン、名前出てきたぞ。罪状、妻はいないと主張した。彼の家には裸の人を描いた絵がある。怒りのあまり自分の妻の茶器を壊したことがある。隣の奥さんと夜を共にしたことがある。うん、あ、6人同行言ってたからこれのことか。まあ、これはその人物というよりはこの裸の人を描いた絵の子、絵なんだろうね。ここに貼ってあるウォルター・キーン、党大会の間3回も違う既婚女性を誘惑した。5つの公の場で馬鹿げた髪頭飾りを着用。最高裁定者ラザルスが昇格の儀式を行った際、自分は裏切っていないと主張。秩序党から除名。結果、あれ、これは結果書かれてないね。ロザ・リチャーズ、ロザーか、髪の毛、これ数年前に。晩餐会を開き、ゲストに大量のワインを振る舞った。尋問中に激怒し、最高裁定官に怒鳴りつけた。逃亡していた反体制派の娘メアリーとその夫ピーターの居場所を明かした。得プラス15。ほう、プラスがある。ジョシュ・ベイリー、川なめし工場で仕事を早退。スクロニーキャットでジンを飲みすぎた。オールドオークでラムを飲みすぎた。人妻にわいせつな申し出をした。取り調べ中これらの行為をしたことを4回否定。へい。ホラス・ウェブ、罪状、新体制になったから一度も職に就いていない。60回分の不就労と評価。自分の城で働いているといい、使用人たちの掃除を手伝っていると主張する。蔵書は15冊。何、多いから怒られてんの、少ないから怒られてんの。自分の城を党に寄付する意思を表明。プラス200。すごいね。ギデオンベル来た。おかしな髪型をしている。それはかわいそう。
それで罰せられるのかわいそうすぎる。こうするか。まあギデオン・ペルもご存知の審問の際に重度に及び泣き崩れた、就労を拒否したことがある、欠勤5回分に値する、いとこでもある国王の城への秘密の入り口の情報提供という最高裁定者の要求を拒否した。はい、それがこれ。椅子3つ目があるね。何をほのめかしているんだジェームス。俺は第4の美徳を決して破らない。お前も俺が一切秘密を持たないことはよく知っているだろう。親愛なる裁定者のコッホ様、私たちの連帯の大佐が別の将校の妻と一緒に親密な仲であるだろう状況にあるところを目撃されたことをお知らせするためにこの手紙を書いています。この第一の美徳の軽視の可能性を調査するためにエージェントを派遣していただきますようお願いいたします。プラ11、怒って軍曹を平手打ちする、邸宅で行進曲を聴く、うん、高位の地位で秩序等に忠誠を尽くす。行進曲聴いたっていいじゃないね。はい、あと6つ。静粛に必要とされる自分の役割を果たしましょう。新しい社会では秩序を確保することが最も重要です。黄金像、記号があって、フォーマクシマイマキシムズオブバーチューバーチュー第二の美徳を忘れるな。没収されたものや証拠は破られた美徳に従って保管すること。四つの美徳を守れ、徳を失わないために。ここなんじゃろうか。ブランデー、アヘン、請求書、バイオリン、裸の絵かな、ギデオン・ベル、本がダメなのかそもそも。あ、まあ、このこれ、まあ、これがゴミ箱で、おのおのこれ対応してるんでしょうと。で、真実を言えば最高裁定者様、私はこれ以上の保管はしたくありません。ロンドンガゼッティア、1792年に議会で多数を獲得し、複数政党による混乱から政府を解放して以来、秩序党は社会を改善するために努力してきた。3年間ぐらいその政権を取ってるんだ、秩序党は。国王陛下は党の圧倒的な支持率にもかかわらず、今なお秩序党裁判の権威を認めようとしない。最高裁定者ラザルス・ハーストは、2ヶ月後に秩序党及びその支持者が国王の現在の居城までの平和的行進を行い、党の美徳である節度を示すと発表した。節度ね。党が4つの美徳を維持することを手伝えて光栄に思います。とはいえ一日中ここに座っていることが怠惰とみなされないことを祈るばかりです。あと2つ、これか。嗜好品文学、
これよりひどい仕事だってあるしな。そしてありがたいことにタバコは嗜好品とみなされないってさ。ちょっと退屈だけどね。残念ながら文学も禁止されてるし。タバコね、タバコは吸っていいですと。よし、じゃあ謎を解きましょう。え、なんだこれ、これか。数字を入れるんだ、ここは。うん、まずここを入れることだろうね。ここを埋めることによって下が決定するのかなと。うん、3年。どう思います？ここ流れ的にウォルター・キーンな気はしますけどね。ギデオン・ベルか。でも服装的にギデオン・ベルか。まあウォルター・キーンかギデオン・ベルだろうな。いや、ちょっと待った。もう3人、なんか4人目か、これ。 1,2,3 と来て、この人なのかもしれない。まあまあいいや。第二の美徳を忘れるな。第三。難しいな。1はこう嗜好品っぽいんだよな。3は音楽。低俗な音楽芸術。第2は。労働での怠惰。うん。第二の美徳は勤勉かな。ファッションか、ここ。美。美徳が美ってのもなんか変な感じするけどな。うん。節度。
の嘘か。嘘もあるね。第一の美徳を犯してはならない。秘密なのかね。違うな、真実か。全ての秘密には罰が下るだろう。色欲も節度を持って。嘘。なんか怠惰とだらしなさって同じ気がすんだけどな。まあここ文学入りそうではある。過剰な富乱、お金、労働での失敗。あー惜しい感じだ。なるほど。感情もあるよな。第一の美とか感情なのか。なるほど。過剰な感情でよ。何これ。ここにはプラスマイナスが入るのか。はあ、はあははあ、ここあれ合計値ね。これ得だろうね。だからこれごとに得が決まってるんだ。マイナスね。あくまでも罰則の得だけがここでわかる。プラスについてはわからんと。まあでも書いてあるもんね。プラスについてはこう書いてあるから。20得あったものが8に減りましたと。ブランデーと文学で、これとこれで8。なるほど。感情と何だっけ、美かで9か。ということはこれよりこれのが1大きいってことだね。まあ仮にプラ1、プラ1というか1を置いておこう。ここの差ね。ここの差は1。もう合計何になったかが分かんないんだよな。それ合計を知るためには下か。
オフィスのロッカーに隠し棚があった。隠し棚の存在を認めようとしなかった。これ11じゃない、どう考えても20ってことはないから。嘘、マイナス、これマイナス1ということはこれマイナス2。ということは、これマイナス7なの？そんなでかいのこれ。仕事系だね、これは。仕事の失敗だよね。これはそういうことだよね。嘘ってわけじゃないよね。間違えちゃったってことだよね。これ何？これどういうこと？これは嘘？だらしなさ、だらしなさでしょうって考えると、マイナス6、33ですね、おそらく。合ってる、順調。ほいでほいで、ここだな。妻はいないと主張した。嘘に当たるのか。記憶に当たるのか。嘘だろうな、これは。第4、第3、芸術、色欲。難しいねこれね。芸術でもあるし色欲でもあるっていう捉え方もできるね。そうなるとマイナス9になるんでしょうか。怒りのあまり自分の妻の茶器を壊したことがある。これ第一。第四、第一。第一、第一。マイナス14、15、17かな。1、2、7、7と読みました。1、2、7、7。17。どうだろうね。やっぱさ、裸の絵がどっちになるのか、もしくは両方つくのか、その辺のルールが、ルールだったり判断基準が難しい。3回も違う既婚女性を誘惑、マイナス7。5つの公の場で馬鹿げた頭飾りを着用、前これで合計マイナス9。自分は裏切ってないと主張。これは嘘になるのかな。マイナス10ですか。ここむずいね。そうであればよ、ここでしょう。やっぱり1777。21、全然違うんだ。あれ、じゃあ、
もしかしてウォルター・キーン間違ってる？これ7でしょ？ 2 で9。これ嘘じゃないの？色欲、過剰な色欲、ファッション、低俗のファッション、裏切ってないと主張、感情になるのかな。だとすると7 9 16、え、違う。でもなんかここは違うんだな、きっと。だってあれどうなんだ。むず、捉え方次第なんだけど。やっぱなんか10な気はするよ。嘘。7。これ7プラス2で9としてみる？ 1、10。10というか9足す1で10。プラ7の16。プラ7の23。7で合ってんだこれ。あ、じゃあここ合ってんだきっと。そういう分かり方しちゃったか。じゃあウォルター・キーンが違うと。マイナスならマイナス2、マイナス1でマイナス10ではない。違うとしたらどこ？色欲で、ファッション。これ9は合ってんだよな。で、16も違うと。だとしたらあと3を足すか2を足すかってところだよね。怠惰になるの。あれ？15？ 違う。やば、全然わかんない。色手も1つか2つってことはここは違うのか。
やっぱここ合ってんだよな。ここ二つが違うんだ。ボルターキーむずい。ここに書いてある何かがあるってこと？これ1でしょ？違うの？ 2 なの？え？ 3 なの？ 3？ なんかあるな。ダニエル。これをウォルター・キーンと仮定してみると、まあ、なんか文学も追加で入ってきそうではあるが、とはいえ、たとえ追加されたとしても1点よ。で、言うて、これは全部7点だったとしても、合計しても21点だよ。30点台が出る。うん。これは別になんかウォルター・キーン誰かを罰するっていう感じではなくて、罰する情報というよりは、だらしない身なりは美徳の一つを破ってしまうってことを教えてくれている情報な気がするんだよな。連帯の大佐が別の将校の妻と一緒に親密な仲であるだろう状況にあることを、ところを目撃されたことをお知らせするためにこの手紙を書いています。すごい回りくどいけど、もしこの連帯の大佐ってやつがウォルター・キーンなんだとしたら、ここでまたプラス7されるっていうことなんだろうか。まあでもここに書いといてほしいよな。難しいか？一旦ウォルター・キーン置いとこうか。ロザー・リチャーズ。数年前に晩餐会を開き、ゲストに大量のワインを振る舞った。プラス7。
尋問中に激怒し最高裁定官を怒鳴りつけた。これまあウォルター・キーンと一緒だよな。まあでも激怒しっていうところなんだろうね。ウォルター・キーンの場合は裏切り、どっちかっていうとこの嘘真実とかなんかこっちに当てはまりそうだけど、まあいいや、もうだろう。ロザー・リチャーズは77のプライチかな。ジョシュ・ベイリー、タイダマイナス3、スクローニーキャットでジンを飲みすぎたマイナス7、合計マイナス10、もう一つマイナス7、マイナス17、人妻に猥褻な申し入れマイナス24、取り調べ中これらの行為をしたことを4回否定、これ4回嘘をついた。28?4 回カウントされる？これ。そういうことか。5つの大屋3回も。これさ、これカウントアップされるんだ。なるほど。21だじゃあこれで。31。で32。どうでしょう？ OK。新体制になってから一度も職に就いていない。60回分の不就労と評価。180、マイナス180、60回。マイナス3だよね。うん。マイナス180。これを嘘と捉えるか。181。これは15回得が下がるってこと？じゃあ、一冊マイナス2ポイントだから合計マイナス30？211、マイナス211、つまりマイナス11？ホラスさん、ギデオンベル、おかしな髪型をしている、マイナス2、審問の際に重度に及び泣き崩れた、マイナス70、合計マイナス72、就労を拒否したことがある、5回、マイナス15、マイナス合計マイナス87、いとこでもある国王の城への秘密の入り口の情報提供という最高裁定者の要求を拒否した。秘密か。もう一回。2、72、87。88？ 合ってんのかこれ。ぎへー、足し算引き算間違えてるっていう可能性大いにある。ここの88合ってそうだな。60180181。
211マイナス11、あれあれれ、3スロット以上間違ってるらしいです。ここは違うのかな。ここは違ったところで、逆にこれは1ポイントというかカウントしないとか、んなことある。それで行ってみるだとすると、あ、それでもそれだとプラ17なのか、プラスなんだ、プラスだって。ここ181、あ、文学はこっちだ。あ、ミスってた、シンプルに計算ミスってた。だからここでこれ1冊2ポイントで計算してたから全然合わなかったんだ。1冊1ポイントだ。それでもう一回計算しよう。180、ここで181196であれば確かにプラスだ。04、 OKOKOK。 あー、ミスってた。ここ文学こっちだった。文学こっちに、どうしてもなんかこう音楽芸術ときたらなんか文学って行きたくなるから私のね勝手なね、うん、ここに文学あるもんだと思って思い込んでしまった。まあだからこれ審判の最中には法廷史上最大の徳の差し引きとなる判決ってことでしょうね。で、黄金像を使った断罪が実行され、彼は誰がウォルターキーンですね。これはじゃあ、マイナス32、得失い死んだ。違った、ギデオンベルだった88です。でもここギデオンベルじゃない。あれ、なんか何が違う。88ときたらもう得しかないし、明らかに何か黄金像で水分かなんかを取られたような、そんな感じがするよね。
私の名前に気づいたら私の姿を探してみてください。いや、なんかもうこっから、なんだ？権力を掌握してから3年が過ぎた。これは3年と考えて間違いないよな。1795314。新聞は昨日だね、前日だね。そんなにこの新聞について日付にか、この日付、新聞の情報について、なんか、この裁判の当日と帰りがある感じはしないというか、帰りはないから、3年で良さそうだよ。徳の差し引き、最大の、何の差し引き？差し引きにはまる言葉って何？魂の差し引き、真実の差し引き、魂の差し引きはなんか言いそうな気がするが違う。88魂得だよな。これをちゃんと読まなきゃダメ？これ何？ギュンギュンギュン。もう一回。ギュンギュンギュン。はい。ギュンギュンギュンは何ですかと。どこに本あったっけ？物質進ませてるね。ん？進む？
高度な物質へ進ませていると。物質を進ませる。88年か。なるほど。一つの徳で1年失うんだ。そんな記述あったのか。それともやっぱあの黄金像から導き出さなきゃいけなかったのか。秩序党が権力を掌握し、現在では美徳の四原則を強制している。若き公爵ギデオンベルは法廷において88の徳を失ったと判定された。党の最高裁定者ラザルス・ハーストは黄金像を使ってギデオンの若さを88歳減らし。若さを減らす？108歳とした。なるほど。これはまあ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 割と頑張れたんじゃない。誰？なんかまた、あれこれ誰？